ホルムズ占領ペルシア・ポルトガル戦争とは1507年から1622年にかけてポルトガル王国、その属国のホルムズ王国とイングランドの支援を受けたサファビー朝との間で起こった戦争である。この時代にはポルトガルはホルムズを約100年、バーレンを約80年にわたり支配し、周辺のゲシュム島などの島々及びバンダレ、 アッパースなどの港を数年ほど支配している。サファビー町のアッパース一世の地勢に、ペルシア湾周辺のポルトガル領を征服し、ペルシア湾地域からポルトガルが撤退したことにより、この戦争は終結した。1507年アフォンソでアルブケルケはホルムズに上陸し、ポルトガルは1515 15年から1622年にかけてこの地を占領した。当時、 多くのペルシア湾内の諸島はジャブリット町の支配下にあったが、ポルトガルの1521年のバーレーン侵攻により、その支配を終わらせた。この侵攻には、ポルトガル属国のホルムズ王国も参加していた。ポルトガルはさらにバスラを占領しようとしたが失敗し、逆にイングランドの支援を受けたサファビー町のアッパースイス製によりホルムズなどのポルトガル領が占領され、 マスカットを除くペルシア湾沿岸地域から追い出された。翌年ポルトガルはパシャのアフラシア部と共にサファビー朝と戦うためペルシア,アン地域に戻った。17世紀のポルトガルによるホルムズ島の地図、ポルトガルオーマルエル一世はイスラム教徒による貿易の妨害のために交易路の要衝を占領する計画を立てた。アデン湾を占領して アレキサンドリアとの交易路を立ち、ホルムズを占領して、ベールートとの交易路を立ち、マラッカを占領して、中国との交易を支配下に置くという計画を立てた。1507年、マヌエル一世はトリスタンダクーニャ率いる艦隊をそことラ島に派遣し、そこにあるイスラム側の要塞を攻撃させ占領した。ポルトガルは航海への入り口を支配したこととなる。 艦隊のうち数隻は守備隊として、アホンソでアルブケロケが指揮を引き継いだが、彼は命令に反してホルムズ島を攻撃した。ホルムズの王はポルトガル王に忠誠を誓い、現地の労働者を用いての築城を許可した。追記は開始されたものの、現地人の判断や自軍のインドへの逃亡者のために失敗した。当時、多くのペルシア湾内の諸島はバーレーンを拠点にする。 ジャブリット朝の支配下にあったが、ポルトガルの1521年のバーレーン侵攻により、その支配を終わらせた。この侵攻には、ポルトガル属国のホルムズ王国も参加した。これは、ジャブリット朝の王マクリーン・イブン・ザメルがホルムズへの貢物を拒否した結果であった。この侵略は、ポルトガル海軍大将のアントニオ・コレイラにより、行われた。ホルムズ総督の下で、 バーレーンの支配が行われたが、スンニ派の歴代ホルムズ総督は、バーレーンのシーア派住民の事情を汲み取った支配が、できず、しばしば抵抗が起きた。ポルトガルのバーレーン支配は1602年まで続いた。スターティッドエクセクティングメンバーズオブバーレーン、エスリー S ィングファミリーズ、1602年アッパース一世は、イマームクリーハーン指揮下の軍をバーレーンに送り、バーレーンからポルトガルを追い出した。 1602年ポルトガルはガンランを占領し都市の名をコマーオと改めた。1615年アッパース一世はポルトガルとの開戦の後にこの都市を占領し都市の名をバンダレ・アッパースと改めた。さらに1622年イギリスの支援を受けてペルシアはホルムズ島の奪還に成功する。ありがとうございます。